席、放送席、そして日本中の野球ファンの皆さん、今日の WBC 初ホームラン、大谷翔平です。日本中のファンが待ちに待った WBC 初ホームラン、大谷選手、感触どうだったですか？貴重な先生という方で、早く結婚したいなと思いましたが、いいホームラン。初回、チャンスで回ってきた打席でした。どんなことを考えながらバッターボックスに向かったんでしょうか？もういきなりチャンスでいたので、なんとかまっすぐ投げることを考えて打席に立って、いい角度で上がってくれたので、入ってくれていう感じで見てました。大谷選手が野球を打った後、しばらくその打球の行方をバッターボックスで眺めていましたが、どんなことを考えながら打球を見てました？引っ張った打球はあんまり上がってなかったので、久々にいい野球を打てて、いい景色だったなと思います。大谷選手、これまでファイターズでもそしてメジャーでも数々のホームランを打ってきましたが、 WBC の一本というのは何か印象に残るものになりますか？そうですね、子供の頃からずっと夢見てましたし、本当に早く打ちたいなと思ってたので、なんとか1本打てて、また次の試合以降も打てるように頑張りたいなと思います。コロナの初回もそうでしたが、1番のヌートバー選手、2番の近藤選手と、2番の大谷選手の前に塁に出てチャンスを作ってくれます。2人の存在はどんな風に感じていますか？もうほとんどの確率でランナーがいる場面で回してもらえているので、もちろんの仕事としては本当に返すことを意識して打席に立っています。大谷選手、これで1ラウンド4試合通して打率5割、ホームラン打点8、出塁率7割近い。本当にどこからでも点数取れますし、ピッチャーも本当に粘り強く投げてくれているので、本当にいい試合が続いているなという印象ですし、また次以降、強いチームが待っているので、気を引き締めて頑張りたいなと思います。それでは最後に、これで侍ジャパン4連勝、戦うごとに東京ドームの歓声大きくなっているように感じます。少し多く語りますけど、まだまだ気合い入れて優勝目指して頑張るので応援よろしくお願いします。